い、どうも、ビーレジェンド、ガキ谷です。ビーレジェンド、染田です。はい、ということで、ね、先日、染田くんがね、新しくこうプロテインバー販売しますよっていう動画流してくれてたのを見たんですけれども、まあ、なかなかの神々でですね、多分編集されてるので、まあ、大丈夫だと思うんですけれども、まあ、いい告知ができてたと思います。少しずつ成長していきますんで。そこはアムロで言わなきゃ。そこはアムロで言わなきゃ。ね。OK。まあいいや。まあいいや。はい。ということでね、まあ、この3つ、3種類ありますので、今日はね、実は食べてみたいと思います。ロイヤルチョコレート風味と、これがアメリカンクッキー風味と、それがピーナッツバター風味、ね。ピーナッツバター。ね。はい、3つ。なかなか、まあ全部チョコ関係なんですけれども、まあどれもね、すごく美味しそうなんで、これが 20.8g、ロイヤルチョコが 20.8g のタンパク質が取れて、アメリカンクッキーは 21.1 が取れて、ピーナッツバターは 21.1g ですね。21.1g、はい、ね。全部まあ 20g オーバー取れるプロテインバーということでですね。まあ、もうね、もうこの、脳書きはいいので食べてみましょう、早速ね。はい、じゃあ、食べますよ。ちょっと待ってね。食べますよって何の前振りもなくね。はい、じゃあいただきますよ。うん、うまい。あ、違う、間違った。うまーいだった。うまい、うまい。あ、これ、うまいわ、ほんとに。ちょっと今、うまーいで、なんだ、茶化してたけど。じゃあ僕もぜひ、ちょっと食べさせてもらっていいですか。食べたい？はい。分かったよ、じゃあもう、そもそもにも食べさせてやるよ。じゃあね、そもそもにもね、食べさせてやるよ。はい。じゃあ、皆さんにこれ、サービスよ。ほら。なんか、リアクションしろよ。ああ。どうよ。うまいよね。あ、これ、ね、中にパフが入ってんだね。あ、これがこの食感が、これ、わかるかな、ほら。中に白いパフが入ってるのは見える？どう？こんなに、おいしいものはない。俺しか喜んでないからね。ね、これがロイヤルチョコレートね。ああ、なるほど。だから今食べたのはロイヤルチョコレートだけど、本当にまあチョコレートでもあんまり濃すぎない。ちょっとまろやかなチョコなんだけど、コーティングはチョコだけど中にパフが入ってて、ちょっとこうスナック感があるから、あんまりネチョネチョ系じゃない。プロテインバーありますよね。噛んだらこうネチョってなるやつ。で、あるいはネチョネチョ系でもこう、なんていうのかな、パキって折れるタイプのネチョネチョ系とグニョって曲がるタイプのネチョネチョ系あるけど、どっちでもない。結構サクッと食べれる。でもしっとりしてますよね。そう、しっとりした感じ、はい、なんかクッキー、しっとりしたクッキーみたいな感じ、ね、そうですね。なんか思ってたよりで甘くなくて、甘すぎないね。そうですね。あ、これもいいよね、うん、プロテインバーってあの甘すぎて結構食べんのしんどいでしょ。だけどこれ甘すぎないから、これ表に出てないんだけどこれね、甘すぎないからいいね。このパフがすごくいい仕事してる。パフが、はい、このシャリっていうのが、はい、口の中でシャリってなるもんね。ということで2本目いってみよう。アメリカンクッキー、はい、うん、どうどう。やっぱクッキーがしっかり再現されてますね、うん、クッキーって言ってもクッキー入ってんのかな。あ、なんか白いつぶつぶ入ってるな。分かりにくいだろうな。美味しいね、これも。あっさりしてて、なんか味ちょっと違うけど、まるっきり違うってことないね。そうですね。だけど、あ、でもそうだわ、やっぱこのロイヤルチョコレートの方がプロテインバーのチョコレートじゃなくて、あの普通のチョコレートあるじゃないですか、ミルクチョコ、あの感じのあっさりさのあるチョコで、このクッキーはやっぱり中に入ってるチョコのコーティングの中の部分がクッキーだから、さっきのはパフが入ってたからシャリシャリってなってたけど、こっちの方がクッキーっぽいね。なんだろう、アメリカとかでこんなでっかいクッキー売ってんじゃん、はい、しっとりした、はい、あんな感じだよね。 そうですね。それがちゃんと再現できてると思いますね、うん、あ、アメリカンクッキーか、はい、その名前の通りか。なるほど。これ、何味？ピーナッツバターだ。はい、うん、うまい。ピーナッツバターだ。ちょっと中見せてあげて。見えますかね。手のひら後ろにするとね、ピンボケしながら。商品これうまいね、全部。美味しいですね。え、どれ一番好き？僕、ロイヤルチョコかな。いや、わかる、わかるけど、はいはい、俺、ピーナッツバターかな。いや、でも
いや、アメリカンクッキーもうまいけどね。いや、てか全部うまいね。そう、一番で言えばロイヤルチョコかなって思います。俺一番で言えばピーナッツバター。二番はロイヤルチョコ。二番はアメリカンクッキーですかね。アメリカンクッキー、はい、割れたね、はい、で3番がピーナッツバターかってくらい、まあ、そうね、結構僅差だね、はい、ないと思います。うん、で多分ちょっと気になる、うん、PFC の栄養成分ね。そうですね、こちらピーナッツバターですね、うん、タンパク質ですね 21.1g、うん、で脂質が 9.4g。 9.4 か、うん、なるほど。で炭水化物ですね、うん、28.9g ですね。28か、あ、はい、カーボがまあまああるんだね。そうですね、うん、ですんで、でもあのトレーニング後とかは、そうだね、リカバリーなんかにも最適かとは、ね、まあでも空腹時にはいいよね。タンパク質も取れるし、ね、まあ、カーボも少々あってもね、はい、まあ、減量期はダメかもしれないけど、まあでもまあ減量期でも保存食で考えるとかなりいいよねと思いますね。なるほど、はい、で次がアメリカンクッキーは、アメリカンクッキーですね、でタンパク質は 21.1g、うん、で脂質が 10.7g、 10.7、 で炭水化物が 29.1g ですね。なるほどね、なるほどなるほど。結構あのしっかり食べれるタイプのプロテインバーだね。ボリュームもありますね。おで、ロイヤルチョコレートですね、うん、タンパク質が 20.8g、ね、はい、で脂質が 9.8g、 9.8 で炭水化物が 27.9g ですね。まあ、大体だね、タンパク質がまあ 21g ぐらいで、脂質がまあ 10g 切ってるぐらいで、炭水化物がまあ 28 ぐらいって感じで、ね、そうですね、イメージで3つともね、で統一されてますね。なるほどなるほど、はい、あとはそうですね、値段だけちょっと、うん、お値段ね、失礼ていいですかね、はい、で1本、各それぞれで298円、298円、はい、はい、で多分こう箱でこう、うん、そうだね、求めていただきたいっていう方もおられますので、うん、俺は箱で買うよとりあえずこう、はい、12本入りですね、うん、箱がこんな形ですね。かっこいい。そうですね、でこれを組み立てるとと、そうですね、これね、これを組み立てると、こういう風になるってことね。そうですね、うん、いいね、少しお買い求めやすくなっておりますんでね、ぜひ。そうですね、まあ、どうせなら、はい、まあ、まとめ買いしてね、箱買いしてもらったらいいんじゃないかなと思います。もうこれね、リビングに置いといてもらったら多分お子さんとか勝手に食べそうですけどね。そうですね、はい。まあ、ということでね、あのプロテインバーの方ぜひお試しください、動画の方よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。